外に出てきてるんですけども。ん？ちょっと臭い。匂うな。まあね、花粉症っていうこともあってね、鼻が敏感なんですけども。ああ、カラスだね。朝はね、野鳥がいっぱいいるんですよ。いい声を聞かせてくれるの。ねえ、こうやって、ちょっとね、腰が痛いです。頑張って、耕したんでね。で、ちょっとね、臭いって言っちゃったのはね、実は、鶏の糞をね、肥料に撒いたんですよ。すっごい強烈な匂いするんですよね、臭くて。で、そこで今回は、鶏のうんちは臭いのに、インコのうんちが匂わない理由とは、というタイトルでお話ししたいと思います。まあ、鶏のうんちって正直肉食動物レベルの悪臭を放ちますよね。最近ね、最近というか日曜日か、派的にね、肥料として、こちらを購入したんですよ。まあ、こちらっていうのはこれなんですけどね。あまりにも臭いんで、ここに隠してるんですよ。ね。もう見ての通りです。まあ、臭い臭い。本当に臭い。まあ、これ日曜日に巻い、ここにね、肥料をね、2袋分巻いたんですけども、もう鼻が揉めるほどの悪臭が、一日中、鼻の奥に残りました。もう真面目に鼻もげるかと思いました。まあ、ここでね、今回は、同じ鳥でも、インコのうんちが似合わないのに、鶏のうんちは、なぜに、悪臭を放つかというお話をしていきたいと思います。じゃちょっと、家の中入ろうかな、寒いからまだ。というわけで、家の中帰ってきました。あ、きなこちゃん。肩いっちゃうの？ねえねえ、きなこちゃん、皆さんにちょっとお顔見したい。ほら。ハリハリいっぱいだね、きなこちゃん。もちくん、あそこでペッペカペッペカ言ってるよ。きなこちゃん。ねえ、鶏のうんちは臭いじゃないですか。でも、インコっていう動物はね、なぜ臭くないかっていう話なんですけども、食べたらすぐに、排泄をします。食べたらすぐ排泄、食べたらすぐに排泄を繰り返しています。これはね、排泄物をね、体内にね、蓄えることで体重がどんどん増加していくことを防いでいるんですね。まあね、何度もこういったお話してるからご存知の方も多いと思うんですけども、体重をね、増加させないで体を軽くすることで、捕食されるのを防いでるんです。インコっていうのはとても小さい体をしているので、自然界では捕食対象の動物なんですよね。なので、きなこ何ポコポコ言ってんの？捕食対象の動物なので、身軽にして素早く逃げるということをできるようにしてるんですね。まあ、体が軽ければ飛翔するのも楽ですからね。すごい知恵ですよね。で、まあ食べたら押し出すように糞を排出するというふうにしているので、インコというのは大腸が非常に短いです。膀胱もありません。で、鳥はね、餌を食べたら素早く、栄養分をね、消化吸収します。そして、残留物。残留物っていうのかな、素早くね、糞として、直ちに排出するわけですよ。このサイクルがね、早いために、まあ、犬や猫みたいなね、動物と違って、トイレのしつけっていうのができないんですよね。まあ、鶏はね、飼料によっては、うんちの匂いがしない場合もあるんですけども、まあ、コロコロとしてうんちしてね、基本的には動物性の飼料を食べて育っているので、盲腸便といって茶色い色をしてるんですよ。まあ、これがとてつもなくね、素晴らしい悪臭を放ちます。
乾くとあまり似合わないんですけども、ね、さっきあの雨の後だったんでやっぱり悪臭漂ってました。うん、鶏っていうのは雑食性なんでね、大きなね、あの盲腸をね持っているんですよ。大きな盲腸を持つことによって、うん、なんて言えばいいのかな、そうだな、微生物ね、繁殖させるっていうかね、あ、そうそうだ、善玉菌だな、うんうん、まあ、微生物を繁殖させるんですけど、善玉菌を増やすんですよ。でそこで盲腸の機能を働かせるんですけども、あ、キノコちゃんどこ行った。うん、まあ、ちなみにね、インコっていうのは盲腸機能が、まあ、ほとんど、使うことがないので、退化しているというか、もう痕跡程度にしか存在していません。うん、大腸の長さと盲腸の大きさによってインコのうんちっていうのは臭くなくて、鶏のうんちというのは、ね、悪臭を放っていたのです。うん、まあ、こういう小鳥さんたちの場合はね、産卵期迎えてメスなんかだと、まあ、うんちをする時間の間隔を15分に1回というものを30分に1回あるいは1時間に一遍というふうに伸ばすんで、その分うんちが多少ね匂うこともあります。これは健康に不健康だっていうことではないので心配はありません。うん、まあ、そんなところで、今回のお話は、鶏のうんちが臭くてインコのうんちが匂わないという理由についての、お話になりました。うん、以上です。うん、早く畑にあの鶏のうんち馴染んでくんないかな。もう臭くてたまらんです。